福岡から来ました岩本初江です。社員従業員300名近く、みんなが元気で明るいと有名、福岡で一番有名な会社です。일본의福岡에서온岩本初江입니다。사원과종업원300명이넘는여러분들이활기차고밝은것으로유명한회사로알려져있으며 RC 토토라고합니다。잘부탁드리겠습니다。私は漁師の娘で一代で会社を起こして年商100億、顧客数240万人の会社を作ることができました。業種は通販会社、健康美容に役立つサプリメントの開発販売、化粧品からサプリまで、そして下着類まで自分にとって必要な商品開発、自社ブランドを立ち上げ、今ではコラーゲンゼリーで日本一ナンバーワンの会社、6年連続を獲得するまでになりました。예저는어부의딸로태어나서회사를일으켜연매출100억엔240만명이라는고객을보유한회사를설립하였습니다。업종은통신판매회사입니다。건강과미용에유효한건강보조식품등을개발판매하고있습니다。화장품부터건강보조제까지그리고속옷류까지제가필요하다고생각한부분을상품으로개발을하였습니다。그리고자사브랜드를만들었으며지금은콜라겐젤리부분에서는일본에서제일이라는평가를6년연속달성하는성과를이루었습니다。会社を立ち上げて18年、漁師の娘が今ではテレビにもラジオにも引っ張りだこになり、社員に恵まれて日本一ね元気な会社と言われるまでに、その中には父の教えがありました。예회사를설립한지벌써18년입니다。어부의딸로태어나서지금은 TV, 라디오에서도인기를구가하고있으며이에는사원들의많은도움이있었고그리고일본에서가장활기가넘치는회사라는평가가있었습니다。여기에는아버님의가르침이있었습니다。父からいただいた教えはたくさんの皆様にも生きる力を与えてくれました。どんな業種でも成功する方法は同じだと伝えてました。예이렇게아버지께받은이러한가르침은많은분들의삶에도영향을주었습니다。어떤업종이라도성공하는방법은같다라고아버님은항상말씀하셨습니다。父がよく言ってた言葉に、会社は人を育てて伸びていく、作業や実務ができる人が何百人いても伸びてはいかない、人を育てられる人材を一人でも増やすこと、どんな人を入社させてどんな人に会社を託していけばいいかは難しくはない、3つのことを教えていけば人は育つと父は言っておりました。회사는사람을키우고성장시킨다고말씀하셨습니다。일과업무가잘하는사람이몇백명이있더라도꼭성장을하는것은아닙니다。사람을키울수있는인재를한사람이라도늘리는것、어떤사람을입사를시키고그리고어떤사람에게회사를맡길지는어려운일은아닙니다。다음의세가지를실천을한다면인재를키울수있다고생각합니다。その3つが気づく人、もう1つが喋れる、伝えれる人、最後が行動できる人。네그세번째중첫번째는빨리인식하는것입니다。캐치를빨리하는사람이죠。두번째는화술이뛰어난사람그리고전달력이있는사람입니다。세번째는행동으로보여주는사람입니다。気が利く人は全てにおいて気づく人です。気づいたらそれを誰かに伝えれる話術、それを行動に変えてくれる組織を作ることこそ力のある会社と言っておりました。융통성이있는사람은모든것에인식이빠릅니다。이렇게인식한것을누군가에게전달하는화술、그것을행동으로바꾸어주는조직을만드는것이야말로힘이있는회사라고생각합니다。業績を伸ばすために一番必要な3つを皆様の会社にも取り入れてみてください。そのために必要なことが、会社に働いてくれる人を前向きにすることです。前向きな人が多くなればなるほど笑顔、元気、会社内の空気は明るくなっていきます。예실적을늘리기위해서가장필요한세가지를여러분들회사에서도접목을시켜보신건어떨까요？그렇게필요한것중하나가회사에일하는사람들이회사에일하는사람들을적극적으로만드는것입니다。적극적인사람이많을수록미소와활력과회사내의분위기는좋아집니다。
明るくなったところに会社の利益は集まります。その空気を作れる人をトップにすることで会社は伸びていきます。学歴も育った環境も何にも関係ない、志の強い集団を作ることこそナンバーワンの会社が作れると父は言っておりましたが、まさしくその通りでした。예이렇게분위기가좋아진회사의이익은따르기마련입니다그러한분위기를조성하는사람을최고로인정해주는것이성장하는회사입니다학력도그리고잘하는환경도아무런상관이없습니다의지가강한집단을만드는것이야말로최고의회사를만드는것입니다제가이렇게말씀을드렸는데실제로정말그러했습니다私の会社アイシトーとは日本一コラーゲンナンバーワンと言われるまでになったのも社員たちの志、元気さ、明るさのおかげだと今でも思っております。예저희회사아이시토토는일본콜라겐젤리부분에서는최고로꼽히고있습니다이렇게된데는사원들의이러한강한의지와활력그리고명량성덕분입니다私は離婚3回しております。病気がちで健康とは無縁でした。そんな私が会社を起こして今の成功、それもあれだけ病気してた私が健康までいただけたように誰でも成功できるんです。예저는세번의이혼경험이있습니다너무나몸이약했기때문에건강과는아무연이없었습니다그러한제가회사를세우고지금의성공그리고그렇게허약했던제가이렇게건강을찾게된것은찾게된것처럼여러분들도아마모두다성공을하실수있을것이라고생각합니다皆さん、目の前の利益を考えるのではなく、世界の未来を考えれる器を作ってみてください。自分の幸せのためではなく、世界の国のために会社を大きくして、日韓交流になれる自分を作ろうと思った時から会社が伸び始めていきました。여러분、눈앞의이익만을생각하지말고、앞으로의세계의미래를생각해볼수있는자기만의그릇을만들어보는건어떨까요자기만의행복만이아니라세계여러나라를위해회사를크게만들고그리고한일우호에기여할수있는이렇게제가생각한순간부터저희회사가성장하기시작했습니다経営とは不思議なもので自分だけの会社を大きくしようと思っても大きくなることはないんです。国のために世界のために奉仕の心のみが会社を大きくしてくれます。神様の力添えなくして企業は유료企業にはならないと私は思っております。예경영이라는것이아주불가사의한것으로혼자서만회사를키우려해서는회사가커지지않습니다국가를위해서그리고세계를위해서봉사를한다는마음만이회사를키울수가있습니다그리고신의도움없이는기업은우리한기업이될수없다고저는생각합니다ぜひこれだけの皆様が世界の平和を考えられたら未来は素晴らしいものになります。国は違えどお客様が興味を持つのは元気になれる会社に興味を持ちます。이렇게여러분들이세계의평화를생각을하신다면멋진미래를기대하실수있을거라생각합니다국가는다르더라도고객들이원하는것은활기찬회사일것입니다気づく人、喋れる人、行動力のある人を増やして会社の業績を伸ばしてください。世界が活性化していくことで未来に希望が持てます。빨리캐치가인식이빠른사람캐치가빠른사람그리고전달력이있는사람행동력이있는사람을늘려회사의실적을올려보는건어떨까요세계가활력을찾음으로써미래에대한희망도기대할수있을것입니다私の父から女性が元気になれば世界は発展すると何回も聞かされました。女性が元気でないと発展も成功も安らぎもない。この世は女性次第なんです。自分の周りを元気な人を増やすために女性が考え方を見直して未来を作っていく時代に来ていると私も思っております。저희아버님은여성이활력이넘치면세계는발전할것이라고몇번이나말씀을하셨습니다여성이활력이없으면발전도성공도그리고편안함도확보할수가없습니다지금의세상은여성학이나름입니다자신의주변을활기가넘치는사람으로채우기위해서여성이생각을바꾸고미래를만드는시대가되었다고저는생각합니다男性より喋れる女性、男性には乗り越えれないお産という痛み、母性本能をもともと持ち合わせている女性、一つ一つとっても私たち女性は偉大です。弱いふるしするのをやめて会社の発展、
身内との内助の子、子供たちの未来のために何でも気づく生き方を身につけるために、人に、周りに、世界に、経済に、全てに興味を持っていくことで気づくことができます。남성보다화술이뛰어나며여성은남성은경험하지못한출산의고통그리고모성본능을원래가지고있는것이여성입니다이러한하나하나를보더라도우리들여성은아주위대하다고생각합니다약한모습을드러내지않고사회의발전과그리고가정의내조 아이들의미래를위해서우리가인식하는생활방식을습득하기위해서우리주변과세상과경제이모든것에흥미를가짐으로써이러한모든것을인식하게될것이라고생각합니다気づいたらしゃべりましょう。自分だけで分かっている人が増えて会社は潰れます。自分の考え、気づき、解決策、学んだことを5人の人に伝えられる人が会社に何人いるかで業績は伸びます。これ以上に頑張っていっても業績は伸びないとまで言えます。私たちは器で会社は大きくなりますので、自分の器以上大きくならないと言われているところは、学んだことを何人の人に伝えれるかが私は器だと思っております。예이렇게인식한것을표현을해야합니다자기만알고있는사람이회사에늘어난다면이러한회사는망하기마련입니다자신의생각과인식과해결책그리고배운것을다섯명의사람에게전달할수있는사람이회사에몇명있는가에따라서그회사의실적은달라집니다이외에도여러가지노력을해도실적은오르지않는다고말하고있습니다저는이러한것을자신만의그릇으로비유를하고있는데요이러한그릇을자기만의그릇을발휘할수없는이러한곳은자기가배운것을몇명의사람에게전달할수있는가가그그릇이라고생각합니다気づいて喋ってそしてお金の入り口行動力ですやっぱりよく動く人に神様は味方します。父はよく言っておりました。マグロみたいに止まったら死ぬと思って一生懸命働けと。その行動こそがお金の入る人と借金する人と貯金ができない人と分かれていくと言っておりました。이렇게인식하고전달하고그리고돈이들어오는이러한행동력입니다신은움직이는사람의편입니다아버지는저에게이런말씀을하셨습니다참치같이가만히있으면죽으니평생일하고평생움직이라고요그러한행동만이돈이들어오고그리고빚을지는사람그리고저축을못하는사람으로나눌수있는것이라고말씀을하셨습니다わかりやすく言うと無駄な時間を使わない。時間の使い方で決まるお金の動きは昔のことわざにもあります。時は金なり。まさしくその通りです。家をきれいに整理整頓の上手い人は仕事もきれいです。そこには常に動いているから。そして何が残るか、きれいに整理整頓すると無駄なお金を使わない。無駄な買い物をしなくて済むんです。예조금알기쉽게말씀을드리면시간을허투루사용하지않는것입니다그리고시간을쓰는방법에달려있다는것입니다돈의움직임은우리속담에도나와있습니다시간은금이다정말이말그대로였습니다집을깨끗이정리정돈하는사람은일도깨끗이잘합니다여기에는매일일을하기때문에깨끗하게정리정돈을하고그리고쓸데없는돈을사용하지않고그리고쓸데없는낭비도하지않게되기때문입니다仕事で1日働いている人は言うまでもなくお金が入ります。なおかつ人のために動ける人は人徳までお金を上乗せにして入っていきます。예일로매일바쁘게일하는사람은반드시돈도따르기마련입니다그리고사람들을위해서일하는사람은그사람의인덕사람의마음까지돈과함께얻을수있는것입니다1日動くことで人脈信用人徳何より健康がいただけるんです。生き方が正しいからお金も残る、人もついてくる、健康にもなれる。無駄な時間を使う暇がないからマイナスに悩むこともなくなる。それが父が言ってた成功条件の一つです。気づく、しゃべる、行動、この流れに詰まっているといつも聞かされておりました。매일일하는곳에서는인맥도생기고신용도생기고그리고사람들마음도얻게되며그리고무엇보다건강해집니다삶의방식이바르기때문에돈도따르고건강도좋아지고그리고쓸데없는시간을쓰지않기때문에부정적인생각도하지않게됩니다이러한것들을아버님은몇번이나말씀을하셨습니다이것이성공조건의하나라고생각합니다인식하고전달하고행동하는이러한것들이모두여기에응축되어있다고생각합니다
そのたとえに一番動いていない人の行く先はホームレスだと父は言ってました。動きたくない、働きたくない、じっとして生きるホームレス、見事なまでにお金の入らない生き方、気づきようともしない、喋って伝えようともしない、ましてや行動しようともしない。예그러한예로서가장일하지않는사람들의끝은아버님께서는노숙자라고표현을해주셨습니다일하기도싫고움직이기도싫고가만히있는이러한노숙자들이러한사람들은정말훌륭하리만큼돈이없는삶입니다아무것도인식하려고하지도않고전달하려고하지도않고그리고더욱이움직이려고도하지않습니다でもそのホームレスでさえ気づいて喋って動き出すとお金を手にできる。段ボールを集めて動いたり、ジュースのカンカンを集めたり、何かしら気づいて誰かに伝えて動くと金も動き出す。じーっとしているホームレス、動き出すホームレス、それがお金の入る動きと父は言っておりました。예 그러한 노숙자들조차도 자기들이 인식을 하고 전달하고 행동으로 옮김으로써 돈도 수중에 들어올 수가 있습니다. 그런 사람들이 폐지를 모으기 위해서 이렇게 움직이고 그리고 주스 이런 음료수 병들을 모으거나 어떤 것에 인식하고 그것을 다른 사람에게 전달하는 이런 활동에서 돈도 같이 움직이게 됩니다. 가만히 있던 이러한 노숙자들이 움직이기 시작한다. 이것이 돈이 움직이는 흐름이라고 아버님께서는 말씀하셨습니다.今自分の会社にどんな人がいるかを気づいて喋って伝える、そして行動させる流れを一人も漏れることなく作ることで会社はどんな会社でも発展します。지금자기회사에어떤사람이있는지를인식을하고그리고전달을하고행동하게하는가이러한흐름을한사람도빠짐없이하게만드는회사가발전을할수있습니다毎日会社に来てもじーっと無言で仕事をして一日終えたとしてもやりがいも達成感も楽しみも生まれない、何も生まれない仕事ぶりは似てます、ホームレスと。예매일회사에오더라도아무말도없이일만하고 끝내고돌아간다든지이렇게하면보람도없고성취감도아무런것도남지않습니다아무것도이러한생기지않는이러한형태를홈죄송합니다노숙자와같다고표현할수가있겠습니다誰でも会社にいるだけの存在感がなくなって何の楽しみもなくなって生きていながら会社にいながらホームレスに近づいている人が増えていくっていう流れをやめるためにも喋って気づいて行動することをお勧めします。예그래서회사에있는것만으로존재감없이아무런즐거움도없이살아가는그러한회사는홈리스와노숙자와비슷한형태이기때문에이러한사람을양상하지않는것이중요합니다そんな社員を増やさないためにもここにいる皆様がまず気づいて喋って行動力を見せていってください。それが見せれずしてトップとは言えませんし、これ以上発展することもない。言葉はきついですが、自分を作れずして人はついてこないと私は言えます。예이러한사원들을양산하지않기위해서도여러분들이먼저무언가를파악하고그리고전달하고행동으로보여주시면어떨까요?그것을보지못한다면경영자라고말할수없습니다.그리고이러한회사는발전도없습니다.조금표현이가격했지만자신을가꾸지않으면회사는성공하지못합니다.自分に厳しく人に思いやり、これこそがトップの力です。自分だけが豊かな生活をすればいいだけしか考えれないトップになるのではなく、部下のためにお客様のためにましてや世界の未来のために無償で行動できるトップになることがこれからの時代に光が差すものです。자신에게는엄격하고타인에게는배려를그리고그러한것이가능한것이경영자의능력이라고생각합니다자신만의풍족한생활을생각하는그런경영자가아니라부하직원과그리고고객을위해서나아가서는세계의미래를위해서아무런대가없이행동하는경영자가되는것이앞으로의시대에각광을받게될것입니다ぜひ皆様、無駄な時間を使わずに、一日たりともぼーっとせずに、たくさんの人のために動いていきましょう。ここにおられるトップの皆様は、トップ集団の集まりです。人のために来てトップ、喋って、元気を移せるトップに期待がかかっています。それしか豊かな未来はないんです。오늘 여기 모이신 여러분들이 시간을 낭비하지 않고 조금이라도 여유 시간을 두지 않고
딸은많은사람들을위해서행동으로보여주시면좋겠습니다이러한것이경영자집단들의모임이라고생각합니다다른사람들을위해서살아가는경영자그리고이러한활력들을전해줄수있는경영자를기대합니다그것만이우리가풍족한미래를기대할수있다고생각합니다간단데お金もかからない。だからこそ誰も真剣に考えていない。気づく、しゃべる、行動、一日できているかどうかを見直しながら改善、自己管理、自己向上していってほしいと思います。今以上の業績を上げて未来の平和のために寄付できる企業を増やしていってほしいと思います。知恵線の彼方は世界がつながってます。이너무나간단하고돈이들지 않아서아무도이런것을진지하게생각하지않는것같습니다무언가를인식하고전달하고행동하고이러한하루를어떻게보낼수있는가를살펴보면서자신의주변개선과관리를하고자기향상을도모해보는것은어떨까요앞으로자기회사의실적을높여서그리고미래의평화를위해서기여할수있는그러한회사를늘려가야한다고생각합니다지평선너머에는전세계가하나로이어져있다고생각합니다人類みな兄弟、神様の子供です。神様が見ているような生き方、恥じない生き方をしていきたいと思っています。そう思って毎日走り続けて18年、コラーゲン会社ナンバーワンまでなることができました。たかが漁師の娘でも、皆様ならもっともっと大きく会社を羽ばたくことができると思います。예、인류는모두형제이고、그리고신의자식들이라고생각합니다。신이보고있는삶그리고한점부끄럼없는삶을살아가는건어떨까요그렇게생각하며18년을달려왔습니다콜라겐젤리분야의일본최고의명성을얻게되었습니다고작어부의딸이말이죠여러분들은저보다훨씬훨씬많은것을이룰수있을것이라고생각합니다미래의희깔이요톱프의皆様と共に輝いていけるように手を取り合って走り続けていきましょう最後になりますがぜひ皆様女性に生まれた私たちからおしゃれをしてスタイルを作って周りを元気にしてお客様に元気になっていただける会社を増やしていきましょう世界の未来のために平和のために戦争のない時代のためにここにいらっしゃる皆様から前向きに受け取り方を明るく出していって世界を変えていきましょうこれだけの皆様が出会えた今日に世界の未来がどんどん良くなる気がしますぜひ何があってもなんちゃない辛いこともなんちゃない勇気を持って美しくそして人生を楽しく発影でした今日は貴重な時間ありがとうございました미래를위해서경영자여러분들과멋진미래를향해손을맞잡고달려보고자합니다끝으로리더여성분들과함께이기때문에우리는그리고여성으로태어났기때문에멋을내고자기나름의스타일을만들고그리고활력을불어넣으며여러분들과함께회사를좋은회사를만들어가고자합니다세계의미래를위해서그리고평화를위해서전쟁이없는시대를위해서여러분들과함께적극적으로밝은빛을내며좋은세상을만들어가고싶습니다오늘이렇게많은분들이모인오늘세계의미래는점점밝아질것이라고저는 확신하고있습니다어떤어려운고난이닥쳐도별거아니야그리고힘들때도별거아니야이런생각을가지면서인생을즐겁게살아온이와모토하치였습니다오늘귀중한시간내주셔서감사합니다